ね、ロフトさんからもこの次の製品何にしますかって話ずっとしてて、うん、何しようと思って、いやー僕全く別の軸なんですけど、うん、ちょっと髪、うん、薄毛の商品やりたいなと思って、あそう僕 AGA 治療やってるんですよ。だいぶ生えてきたんですけど、うん、生えてくるまでが結構嫌なんわけですよ当然。 薄毛でほらだってさ 肌とか素肌とか見えるわけです。スカスカになって、うん、スカスカになった素肌を隠すヘアパウダーって昔からあるじゃないですか、うん、ある、ありますね。粉かけるやつ、そうおじさんが、ハゲっぽいおじさんがかけるやつ。ああでもね、知り合いの美容師はそれ作ってますね。お本当ですか、うん、作ってた。俺関係ないからさらっと聞いてさらっと流っちゃったけど作ってるよ。彼は売ると思うよ。でも多分女性向けですね。あそうなんですね。僕も完全男性向けで、もう今結構そういうパウダーって割と進化してるんですよ。昔ほんとパウダーって、うん、風吹いたら飛ぶみたいな感じだったんですけど、うん、今なんか静電気の力でつけて、うん、肌に付着しても全然こう害がないように髪の毛と 99% 同じ成分で作ったりとかできるんですよ。うん、だ見た目もだからそれは綺麗に、超びっくりしますよ。全然わかんないですよ。あそうなんですね、はい、全然わかんないです。それを今やろうと思って、そっち側からいこうかなと。まずそういう商品あること知らない人も多いからね。メンズコスメってどちらかというとプラスアルファなんですよ。今あるものをきれいにしたいなんだけど、じゃなくてそれだといや俺には関係ねえやって人出てくるけど、マイナスなものをゼロに戻す商品がないんですよ。だからハゲてるけど普通の人みたいになりたいっていうマイナスをゼロに戻すものだったら、それってコンプレックスだから多分すごい売れると思うんですよ。そっからこっちに来てもらってでプラスの製品までつなげられたなと思って、マイナスの方から攻めるって発想多分誰もやってないんじゃないかなと思うんですよね。確かに俺関係ねえから。